それでは続きやっていこうと思います。今ねホストクラブスターダストにおりますね。今の男が和樹か風間のおやすさんとはどういう関係なんだということでねやっていきます。あ、こっちね目的地。お、こんにちは。中2階のお席でお待ちください。はい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 。俺らこの店のホストはみんな和樹さんに世話になってるんです。かわいいね、かわいい。ここ？すいませんでした。てっきり、いや俺のミスだ。本当に何てお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやすさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。へえ。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやすさんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。100億。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。え？何？昨日の深夜のことで。え？犯人はまだ分からないですが、ニュースでもさっき。え、どんどん死んでいくやん。ちょっと。わかりません。道島組長が亡くなって10年。今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。道島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？え、誰？それは…おら、オーナー出さんかい。おい、いいところでよ。セラさん死んだの？もう吐きそうなんだけど。道島宗平はさ、まあ別にいいけど、セラさんマジか。本物のヤクザかな？何やってんすか、もう。あ、島の組か。わしらは連れの同伴してるだけなんや。で、関係ないやつは引っ込んどれや。ちょっとの間、おとなしゅうしてるや、兄ちゃん。はあ、すみません、探せちゃって。なんとかして追い払いますから。ね、相手ヤクザよ。いけんのか。島の組の連中です。みかじめ目的の嫌がらせです。ここは俺たちに任せてください。誰に話しかければいいの？こいつ、あ、こいつか。すみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや。クソやと？おいこらガキ、今は知らんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソイカだ。なめんなクソガキ。ほら、うわっ。
なんや。キリュウちゃん。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっつるぜ。よしやるか。島の組組行くでー。あ、HP 回復してないけど大丈夫か。よし。さすがです。褒められた。いでででで。なんか掴むものないかな。あ、あるじゃん。あるじゃん。あるじゃん。うん。マイクスタンド。取りゃ取りゃ。いてててててて。掴むもの掴むもの掴むものない。なんかある、めっちゃあるめっちゃある。よし、いてててててて。あ、雑魚からやるか。あ、でもこれなんかこいついつも狙っちゃうな。いたいたいた。よしよしよし。は意味がないか。くそ。あれ、本人の前に立って三角だった。いてててててて。やばい、なんか強いんだけど。やっぱあのマジマのおじきを倒して取り戻さないとダメか。そう。よし。よいしょ。HP なんかめっちゃ高いんだけどこいつ。やばい。アイテムとかも買ってないもん。あ、でもなんか能力強化できるっぽい。なんか強化すっか。攻撃アップはどこかな。攻撃アップ1。ここ体力だよね。うーん。バトルアクション同時モノ流スタイルヒートアクション。とりあえずあれか、やっぱ HP 大切だよな私。よし、脳筋やから。なんでこいつこんな強いの。あ、よし、ようやく来た。あー、ありがとうございました。あ！思い出した。あんた、道島の組長を殺して無所行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。チェさん！あ！あ！シンジ！田中のおじけ！シンジ。
田中のおじき。何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ錦山さんなんです。まあだろうな。錦だと。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。まあそうなんだ。どういうことなんだ錦山組。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。よし、ボブ宇都宮について。あ、ダウンロードコンテンツはボブ宇都宮から受け取り。あ、そうなんですね。さすが風間さんが見込まれた方ですね。あ、いやいやいや、俺はすっきりしま…この部下はちょっと無能無能だけどまあまあまあ、でも、まあ、それもトップを大切に思うからゆえですかね。風間の親さんに会いに葬儀会場に向かおう。準備ができたら真摯に声をかけよう。はい。え、能力強化はいいか。あ、なんかお買い物してった方がいいかな。私何もアイテムないけれど、まあいっか、行くか。どうにかなる、どうにかなる。10年ぶりのシャバだったのに早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え、俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか。兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。おお、さすが桐生ちゃん。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。まあそんなところも兄貴らしいですね。全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました。実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。マジまでも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、東上会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか。あー、じゃあちょっと買い物してこい。やっぱりもう少しかかる。そうですか。ごめんごめん。よし、じゃあちょっと買い物に行ってくるか。そうだな、ちょっと、あ、どこだ出口。やっぱ飲み物系は買っておいた方がいいような気がする。
お、ないないない、なんかね、とんかつ弁当買ったんだけど、コンビ、こちら温めますか、ええ、弁当のことか。あマジマの兄さん、ほんじゃ早速頼むで。兄さん、ちょうど退屈して体が冷えとったところや、キリュウちゃんと喧嘩したら最高にヒートアップできるの。寒いだけなら他渡ってくれ、別に俺と喧嘩しなくてもいいだろうが。今俺を温める言うたお前やろが、早チンしてくれや。いや、さっきのそういう意味で言ったんじゃねえよ。男が一度言ったことを引っ込めるっちゅうんか、そりゃ筋が通らへんのやないかの。しょうがねえな、言っておくが、やけどする程度じゃすまねえぜ。え、なにバトルすんの、もう無理だって、もう。ねえ、これ戦闘逃げらんないの。RPG みたいに。ちょっと、せっかく食べ物買ってたところが、もう無理だよ、勝てないもん。あれあれ、ちょっと待って、あれいけんじゃないこれ。ちょっと待って、え、いけんじゃないこれ。ちょっと待って、とんかつ弁当食べて、いけんじゃないかこれ。あれなんか、あれマジマの兄さんもちょっと弱くなってませんかねこれ。よし、どりゃあ、いけんじゃないこれ。よし、オッケー。お兄さん、あの強い兄さんどこ行ったんすか。やっぱり冬はキリュウちゃんに限るの。おかげでポカポカに温まったわ。暑すぎてオーバーヒート寸前や。このホテルしばらく冷めんかもしれへん。どこかへ冷ましてこな、また喧嘩できへんわ。どこにいても油断できねえな。弁当温め損なった。お、来た、マジマゴロウとの因縁。ドロップキック竜。現時点ではこれ以上マジマとの因縁を深めることができません。メインストーリーを進めたり、特定のサブストーリーをクリアしたりすることで次のイベントが発生するようになります。あ、そうなんだね。え、他にちなみにサブイベント出てたりはするのかな。いや、なさそうだな。あ、一個あるわ、デボラ。あ、違う、これ違うか。あ、ミレニアムタワーもうできてるのに、ね、そりゃそうか。ゼロの時はね、ミレニアムタワーを建てるってね、あの、空の一坪とかね、あの辺で。っていう話だったんだよな。懐かしいですね。よし、じゃあ行くか。ちょっとセーブして。いや、でも、シンジも出世したんだな。そりゃそうか、10年も経ってると。なんかあんまりさ、こういうこと言いたくないんだけどさ、こう、シンジの見た目とさ、声がちょっと合ってなくない？って思ったんだけど、なんかもっとなんか泥臭い声を想像してたから、ちょっとなんかびっくりしちゃった。じゃあ行きますか。もう、準備できました。はい、準備できました。行こう。はい。わかりました。じゃあ、少し明日のことを打ち合わせましょう。はい。お願いします。あ、どっちにしろセーブできるんか、ここで。で、もうこれで第2章終わりなんですね。はいはいはい。よし。ちなみに、極みは俳優枠いんのかな？まあ、渡哲也さんがね、風間のおやすさんの声みたいですけど、他にって感じで。1996年。おー、10年前か。風間組事務所。本当ですか？柏木さん！何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろ。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが？親父も
それだけお前には期待してるっていうことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか。あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の。そうだ、戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。錦、柏木さん、セラさんがさ、あ、喧嘩葬儀、超物騒じゃん。セラさんがさ、無所の中でさ、キリュウを襲わせたのってあれかな、模範囚になって、あ、島のスタート、模範囚になってね、10年で出てこいっていう、すんません。それで、暗示だったとしたら。そいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、キリュウ。帰ってきよったか。いや、早く出てこいっていう。あ！なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、それはもう。そうかそうか。ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。何？何？何？なんかグロいの聞こう。ご機嫌やさかいな。指二本でよろしたるわ。ちょっと、もうほんとも島の嫌い、もう嫌い。この人急に始まるもん。人の頭打ったりとかさ、もうなんなの。いいですか兄貴、これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやすさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。はいはい。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。シンジと合流しなければ、とにかく身元がバレないように慎重に行動するしかない。よし、じゃあここまでにしとくかな、今回な。いや、セラさんに限って裏切るってことないと思うんだよな。だからね、早く出てこいっていう、ね、セラさんからの何かのメッセージっていうのを期待してるんですけど、まあもう死人に口なしだもんな。死んじゃったからな、セラさん。ちょっといろいろ気になりますね、錦が。もうあの子の錦じゃないって言われてるから、もうどんな感じになっちゃったのか。まあでも10年後に錦見た目かっこよかったですけれどもね。でもなんかね、顔、やっぱ性格って顔に現れるからさ、結構なんかもう冷たい印象出てきちゃったっていうかね、まあ悪い方に変わってるんだろうなっていうのは予想はできているんだけれどもね。はい、ということでありがとうございました。